20年経って廃屋となっていました。そこへ私は入っただけでたたりがあると言われてる、ね、入っただけでたたりがあるという、その前の桜の木では、その一流館が潰れていったのを苦にして、おかみさんがですね、首を吊ったという桜の木が、首吊りの木ですね、今ね綺麗になってたんですよ。えらい公園になってるんです、ところがね、すごい綺麗な公園になってるにかかわらず、一流館だけは手をつけずなんですよ。それね、手をつけずじゃなくて手をつけられないんですよ。つけられないんでしょうね、何かが邪魔してるんですよ。そうですね、そこへ、この間の月曜日の、夜の12時も回った時に、全員で総勢10名が、看板がありまして、ここに入るな危険と、立て看板がありました。ありました、見つけたら罰金5,000円、ってことでしたけども、もろともせずに、ずかずかと、ずかずかと入っていきまして、どうでした感想は。あのね、前ね、ディレクターの高田君おるでしょ、高田は1年前に行っとるんです、その公演になる前に、すでに40人で、でその頃は今より腐敗がまだ進んでなかったです、去年1年前は、そんで1階をぐるぐるっと回って2階に、おい2階なんかあんのかなって言うたら、女の人の声で、何にもないよって言われたんですって。それで 100m を2秒ほどのスピードで、カール・ルイスもぶち切って、もうメジロ・マックイーンなんか目じゃないぐらいのスピードでダーッと帰った。ええ話やね。はい、何もないよって言ったんです、何もないんでしょう。何もないんですよ、言うこと聞いといた方がいいね、そういう時は。そうですね、ここで何もない、ほか何かそうだよと思って言って、怖いんですけど。怖いんですよね、はい、そこで我々は入る前に、とりあえず俺が言いました、僕は牧師の格好してますからね、今回は。もうその時点でめちゃたたられそうやな。そこで、舐めとんかって世界ね。そうですね。本当だ、もう舐めとんかって本書いてる割には、お前が舐めとんのかというような世界でした。はい、で、みんなスタッフ集めまして、これから何が起こっても、危険だと、中は。はい。だから、もし何かあった時には、走って逃げんなよと。カメラも持ってる。はい、ね、VB さんの音声も持ってる、俺らもいろんなバッテリーと持ってる人もおる、もし走って腐ってるから落ちたりとかして大怪我した難儀やから、とりあえずもし何を見てもっと俺が言うてたら、その廃屋の方の奥から、あーっていう声がほんまに聞こえたんです。ほんで俺喋ってて、俺がふっと、もうなんか聞こえんかったって俺が言うたら、みんなが聞こえたよね。いや、それマジで、これマジで、だから、これ武田さん、壊す意味じゃなくて、ほんまよ。もうだから、それは分かってるんですけど、だから僕、そういうのやめてって言ってたわけよ。何が、坊ちゃんに。ありが。石触るとか、岩触るとか、いろいろ言ってるじゃないですか。はい。ほんまに、ほんまになんか。ほんまに、10人で固まってよ。こう輪になってよ。絶対逃げたらあかんで、わー、今、誰か何か言った。どっから聞こえた、どっから聞こえた、どっから聞こえた、マジで、どっから聞こえた。今、家の方から、家の方聞こえた。奥の方から。シャレだな、お前、これ。シャレならんわ。いやー、そんなもんですよ。まあそこでも我々は一応塩を撒きながらね、はい、あ、一応塩を撒いたわけね。塩をピッピッ、一応私、あのその日のために久しぶりに先週、気候法をもっぺん読みまして、私は気を充満させながら行ったんですけど、気構えでね、ちょっと気候法の本読んで失敗やったんだと思ったのは、夜の12時から3時の間に気候法をしてはいけないんです。それしちゃったと。いや、意味ないんです。意味ないな。っていうか、あのね、12時から3時の間気候法したらね、あの中国の その気候法の本に書いてあったんですけどね、絶対ね、気候法というのは夜明けとともに、夜が沈まるとともにやめなあかんです、夜の12時から3時までの間に気候法をやると、悪霊がつきやすいって書いてあった。集中するからね、そこに集まってきますから、集まってきやすいと、気を集めるわけやから。で、まあみんなではとりあえず行こうかと、で一人、カメラさんの事務所の社長さんが、幽霊なんて全然信じやせんやせんと思って行きました。はい、入っていきました。高田君は1年前に入ってます。で、まあグラ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 と、まあなんていうんですかね、8畳ぐらいの部屋が何個かあるのが、もう、天井がボッコボコ崩れてるのとか、襲う、まあ踏みしめながらずっと行ってました、で2階に上がる階段があったんです、ところが2階がもう崩れ落ちて、本当に何もなくなってるんですよ。あ、本当に何もないようやね。だからもう何もないよ、もう言いようがないような、何もないようなんですよ。ほんで、そこに上がって行きました。2階のところに登りました、ふっと瓦を見れば、瓦になんかしなかった赤いもんがついてるんですよ、ビシ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 と、ペンキなのか血なのかはよく分かりません、でもなんか赤いのがべったりとついてました、それ拾って分析せよかったの。いや、
さすが竹内さん、うん、なんぼまでも、なんぼ聞こえてても、なんぼ聞こえてても、僕の格好してても、バチ当たりですか、バチかぶりなんですか、はい、はい、でまあそれはまあおーおーとか思いながら、うん、降りていきました、うん、じゃあ2階上がりました、上がりました、河原見ました、ふっと見たらディレクターの高田君が思った旅館の広さっていうのがあるんですけども、うん、はい、その広さは去年はもう何もないよって言われた広さは、うん、すぐ出ちゃったから、うん、そんな大きな旅館やと思ってなかったんですが、上がると上がってふっと見れば、うん、そこの旅館の俺らの最初に入ったところは木造です、うん、ふっと見れば延々まだ鉄筋とかでずっとつながってるんですよ、つながってる、これが、うん、おどんどんつながってるんですよ、うん、であれおい、あっちに旅館みたいなまた建物があれなんやって言ったら、みんなが、うん、こうだって去年行ったやつから、そんなん知りませんよ、俺ここまでしか行ってませんもんって、うん、あっこに前建物あるぞまだ、うん、まだ廊下だいぶついてんのこれって言って、どん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 廊下渡っていくと、はい、部屋がね、古い木造の部屋に建てまして、うん、ああ、つなげて。つなげて、儲かったんでしょうね、一時期。別館みたいな。別館があるんですよ、ちゃんと。これはこうだも知らなかったんですよ。だから別館あるぐらい流行ってたのにもう錆びれてるわけやな。だから別館建てて多分それで借金に失敗したと、うん、いうことなんですか。別館建てたところに何か建ててはいかんものが葬られてたかもしれんね。かもしれんです。それで一つだけその途中で、うん、俺は気づかなかったんですけども、うんうん、うちの足さんたちの女の子がふっとあるものを発見したんです、うん、はい、その木造のから鉄器に移るときにあるものを発見したんです、うん、それは僕は全然気にならなかったんですが、うん、その後は言うて後でビデオを見たときに、うん、そんな怖いもんよう見つけたなお前ってなったんです。何があったの。20年前に廃屋となってる部屋なんです、うんうん、もうあったりギシギシですわ。ですな、ボコボコの、ボコボコの、ちょっと力入れて歩いたら痛う割れようかいうとこですが、うん、そこに瓦がボンと2階から落ちてきたやつが落ちてましたね。そこに、うん、きりと裸足の人の足が映ってるんですよ。それがね、普通の25センチじゃないですよ、12、3センチなんですよ。これ嫌でしょ。嫌ね、なんかなんでこんなところにこんなもんが。いや、だんだんと嫌な話になってきましたね。女の子が言うたんです。俺全然気づかなかったです。女の子は、うん、こんなところに足型があるとかで陽気に言うとるんですよでも考えてください、20年間廃屋でよ、でしょ。でそんなどうやって裸足であんなとこあるくね、釘いっぱい出てんのよ、そんな子らしいにも。そやろ。でその瓦のところにくっきりついてるわけやろ。くっきり裸足で 指の肩がピッとついてて、うん、それが、12、3センチなんです。12、3センチ。だからなんかギシギシになってるから裸足やから痛い痛い痛いと言いながら瓦やベタみたいな感じちゃうもん。それは分かりますよ竹内さん。まず竹内さん、ここ20年で、うん、あの家に裸足で上がるやつ見たことないですね。だからそれが怖いね。もしそれがね、普通の人間やとしても、はい、そんな気持ちになるっての怖いよね。怖いでしょ。裸足で上がったらええみたいな。上がったよみたいなのがね、うん、でまあそれを見つけて、ああ怖って言いながら新館の方へ行ったら、どん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 地下降りていくんですよ。その新館が迷宮みたいなもんですな。ラビリンスみたいな。怖いですよ。真っ赤な絨毯が引いてあったんですけど昔、うん、そこ今でも残ってた赤の絨毯がさあとね、これがね、バッテリーだとバーン焚いてもね、うん、先が見えないんですよ。それぐらい深い。じゃあ深いなくて距離がむちゃくちゃあるんですよ、うん、遠いってことでしょ。鉄筋3階建てですわ。おお、はい。それをずーっと行って、ちょっと行った。まだ行きましたよ。もう延々行こう言って、うん、バッテリーライトが切れるまで時間がないから、とりあえず行こう言ってバーッて切れたら俺ら死ぬな思ったからもうバッテリーはちょっと明るいね、やっぱり、予備持って行って3トン持ってきましたから、約120分ぐらい行けるやろ、うん、時バーッて行って、ふっと見たらいろんなね、もういろんなやつが入っとるんですよ、はい、もう大昔から、多分昼間入ってると思うんですよ、うん、暴走族のこの赤のステッカーのこのベシャーなステッカーじゃなくて、こんなラッカーでスプレーでね、何々族参上とか、うん、高杉中学なんちゅうのやつ参上とか書いてるやつ、いっぱいそれにもう掘ったんです、うん、土塀とかにね。アホやな、そんなやつって、わざわざそんな名前掘って覚えて。でもあれほとんど昼間やと思いますと、あれ夜入れないですよ、うん、真っ暗すぎて、漆黒の闇ですからね。なあ、で、ふっと見たときですね、うん、どん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 降りていった途中には、ちゃんとですね、昔、多分流行ったんでしょうね、うん、ゲームセンターみたいなのがポン、ステージもポンってあるとこがあって、うんうん、映画。の後映画なんて、ほんでふっとその下見たらですね、うん、なぜか火鉢あるんですよ。昔の連帯火鉢、まあ、あります、あります。火鉢のある部屋があったんです、ポーンと、うん、何かがおったんだよな、そこに。火鉢のね、ジジイみたいな。でもどう考えたってその洋館に火鉢は合わないんですよ、うん、だからで、まあ、あ、まあ火鉢も使ったとしましょうや、うんうん、ね、この親はそこからそれが割となんかこう
なんていうか、なだらかな山の斜面になってるんですよ、はいはい、だから斜め斜めにちょっとずつ降りてくるんですよ、うん、利用してるわけね、斜面を、ね、斜面を利用してるんですよ、うん、ありますで、まあ、そのゲームセンターがあってその下に火鉢のある部屋があると、うん、で、俺らは次降りたら次は火鉢のある部屋に行くと思いますね、うん、どうしてもね、ところがね、うん、何歩回っても火鉢のある部屋に行かなかったんですよ、俺らは、うん、ラッキーかもしれないな、あ、そう、うん、やめて、そんなことか何歩回っても火鉢のある部屋行かないんですよ、うん、どうそれでいいやそれはこいつ変わらっとったさ、それが火鉢のある部屋見つからんけども、まあ、とりあえず奥へ行こうやって、ええ、どん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 行きました、うん、真っ赤な絨毯がなんか滲んだようになってますわ、まあ、もう血がついてても分からへんわね、真っ赤やから分かれへん、ふっと見たら、はあ、壁にね、うん、この先行くと死ぬでって書いてましたわ、ああ、なんかそれなんかあの UFO の基地の話みたいになってきたじゃないですか、そうだったね、でまあずっと、うん、もうこれ以上聞きたくないやつは寝なさいよ、もう電話で声聞くんちゃうか今バンバンとましてこの放送をステレオで聞いて声がハマってるやつはもう今頃いたたまるような気持ちだと思いますね、ね、はい、でまあずっと行きました、はい、行きました、でまあその先は別にまあ上に上がっていってもちゃんとまあ渡り廊下ずっと本当に広い旅館なんですよ、うん、行って行きました、3階建ての旅館です、各部屋にはバン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 ちゃんともう復活した古い旅館のところの中に洋館であって洋式便所までありましたもんね、すごいねその辺で、不思議だったのは一つ、まず第一点の不思議だったのは、うん、1階と2階のドン付きまで行けば、うん、非常階段の扉がちゃんとあって、はい、非常口ってあるんです、あります、1階2階に、うん、3階はないんですよ、なんでやと思います、うん、なんで1階2階に非常口があって非常階段があるのに3階にはないんですか、扉が、うん、分からないですね、これ分かんないな、それもともとないの、もともとないです、もともと壁下とかそんなんじゃない、壁なんですよ、3階だけどの時まで行ったら、うん、3階には非常階段を利用せんでもええような人がなんでそうって怖がらすから、おっさんなんでそうって怖がらすからいやだってそれ考えられないじゃないですか、だからね、不思議な3階にあるんですよ、旅館っていうのは、うん、絶対に非常階段つけなあかんでしょ、でしょ、各階に、うん、なので1階と2階にはちゃんと非常階段空いてるんですよ、3階だけ壁なんです、そこが、うん、それがおかしいじゃないですか、俺はだから誰かがそこでポソッと言ったんです、うん、なんか埋めたんちゃいますか、ここにいらんこと言ってんすよって俺はもうそっときなんかその壁を調べたら髪の毛とか出てるんじゃないですか、いやいや俺ピッと、それは調べてません、うん、俺は触りましたけどね、ガーッガーッ触った、うん、でもそれは俺もだから誰かが触ってる時に、うん、なんか埋めたんちゃいますかって言った怖って怖っ、いやーようやりまんな、ほんでまあバーっと帰って全部で、まあ、1時間20分ぐらいの工程ですか、とりあえずね、で帰ってきてから、うん、一つ不思議だったんです、うん、あんだけの廃屋で何もかもほったらかしにしたような旅館なんですけど、うん、布団だけは全部取ってあるんですよね、布団がないんですよ、布団ない、普通あるでしょ、うん、腐ったような布団、ボロボロになったような布団が、ね、うんうんうん、それともう一つすっごい不思議だったことがあります、うん、その新館の全部の部屋がね、うん、30個ほどあるんです、1階に10個、はい、2階に10個、3階に10個、うん、ね、うん、全部の部屋にね、うん、ドアがないんですよ、え、ドア取れてるってこと、さあそれがわからんね、え、ガラガラのドアなんかノブで履けるドアなんか知らんけども、ポンとこう開いてるだけ、全部開いてるんですよ、入り口が、おかしいでしょう、うん、全部開いてるんですよ、ドア、うん、何にもない、ドアの跡形がないんですよ、いやだからそういう風にして条件を出して考えていったらええんじゃ、はい、うん、ドアがない、ドアがない、非常階段がない、がない、火鉢のところに行けない、行けない、うん、子供の足形があった、あったとか考えていきゃ、はい、わりかしこう答えが出てくるじゃないですか、どんな答えが出てくる、化け物屋敷じゃないですかおっさん嫌なこと言うなだってそれしか考えられないじゃないですか、でまあ一応戻ってきまして、ええ、でまあみんなでその表でね、はい、塩を巻きながら、うん、俺が一応十字切って、もっと怖いギャグいっぱいしてますけどね、はいはい、そこでめっちゃ怖いギャグしてます、うん、普通のそのもう崩れかけたあばら屋で、うん、私はベタネタをやったんですよ、はい、あ、それはでもいいかもしれん、レイを慰める気持ちでやってればいいかもしれん、 やってますよ、うん、でしょ、うん、バカにするつもりないでしょ、レイをちょっとバカにしたこと入ってますそれはまあ見てのお楽しみということで、5月にまた見てのお楽しみということで、一つだけ、はい、俺は幽霊を信じていませんが、うん、戻ってきて10人でみんなでもっぺん再確認しました、うん、一番後ろについてた AD の子が、はい、マコスさん僕ずっと歩いて途中言わなかったんですけど、うん、誰かつけてくるんです、うん、これ、はい、
こいつ言うたってる、お前は気が弱いからや、うん、そうやね、入り込まれてんねん、入り込まれてんねん、うん、そんな人はガン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 、はい、って思って俺がふっと左へ向きました、うん、もう終わろうと思ってみんなにおい終わりってふっと左向きました。初めて見ました僕、久しぶりに、うん、土蔵のとこがあるんです、はい、僕土蔵入ってたんです、あらかじめ、うんうんうん、土蔵からね、うん、なんか覗いてるんですよ、うん、覗いてましたね、多分それはね、はい、何にもないよって言った人でしょう、高田くんが聞いた時に、そうですね、寒かったですね、やっぱり覗いてたんですよ、俺は見たんですよ、うん、はい、やめましょうか、この話、さあ、眠たいやつは寝てしまえということでございましてね、はい、ちょっとまあ雰囲気を変えましょうか、そうですね、だいぶ女性リスナーは減ったでしょうね、今日の今ね、消しましたね、消しましたね、うん、これから楽しい話あんのに、ねえ、もったいない、最後にしちゃってよかったな。なあ、うん、一応言うときは京都の時にね、今日はあの前半怖い話するから楽しみに聞いときよって言って、うん、あ、今の話か、そう今怖いでしょ、今の話、今のね、これもう終わった後で言うあれ、もっと怖いこと思ったんですよ、何、え、何、いや、その人間のね、気持ち的なものを感じたんですよ、いわゆる土道から覗いてたっていうのがあるでしょ、なんか精一杯なんだろうな、やめてやめてやめて、やめて、でもお前何ちこと言うねん、だから何ちこと言うねんお前は、だから僕そう思ったから怖いって言ったんですよ、あ、怖い、今ほんまに、あ、寒自分でやり話しながら、いや、竹内さんね、うん、まあ全然思いましたけど、はい、前回の、ええ、あの第4月に出るビデオの時には、うん、西宮のところでね、ええ、岩間のところで触るか触れんか言った時に、うん、ディレクターは肺炎を起こし2日後に、うん、で、もう一人のディレクターは、うん、原因不明の高熱を3日間続けたということがあります。あります。で言うて俺は、うん、みんながな、でもこれまこそやっていったらね、うん、誰か死ぬんちゃいますかって言って、だって前回僕は肺炎だったし、うん、藤木さんは高熱になったし、高熱3日間おなされたしって言うから、うん、アホなこと言うなと、うん、そうやね、お前らが毎日毎日、うん、ちゃんとした時間に3度3度ご飯食べて、ちゃんとした時間に寝て8時間毎日寝てる人間がそうだったんだろ、俺は呪いを信じてるやろ、まあ、はいはいはい、はい、俺らみたいな不規則な人間が急に熱が下がられて、うん、何を恐ることがあるか、そうや、珍しいことじゃないもんね、そうや、体調悪かっただけやんけ、うん、って言いましたよね、ですよ、でまあ2回目ああいうことやって、うん、もうだんだんスタッフも嫌気させて消えちゃうからこれもうええわ、もうだから誰かがもしこれ誰かスタッフでカメラマンとか事故とかなんかあったら俺もうどうしよう、もうやめらしゃあないかな、いやまあでもそれ巡視ですから、おいでしょ、だっておい竹内さん巡視してね、うん、だってそこまでの覚悟なかったらできないネタをやってますよ、じゃあ俺は覚悟あるよ、うん、俺は覚悟あるよ、スタッフも覚悟なかったら、いやカメラマン覚悟ないよカメラマンの西川さんもうめっちゃおもろいね、うん、なんか怖いもんがあるとすぎやん、はい、西川さんあれ寄ってって言うやん、寄るってカメラズームインするやん、ズームした後目つぶってるでしょ、怖いからねそんなカメラマン寄った後でもう目つぶってるでしょ、悪口言ったあれもういいよって引いた時はあーと思って、お職業意識ちょっと欠けてんな、その人西川さん、ねえ、ほんまに、まあまあそういうのちょっと、まあ、5月にそれが出ますからね、はい、楽しみにしてます、これは異常な映画撮れてますよ、いっぱい、うんうん、ねえ、これ本当にビデオで見る分にはね、はい、楽しみですからね、ビデオに出てる分は、ただ今高田が編集した後、うん、いっぺんちょっとちゃんと細部まで見て、うん、なんか映ってないかどうか調べるって言ってましたけどね、はい、調べた方がいいでしょうね、ね、果たして北の誠に呪いがかかるかどうかも楽しみでございます、うん、お願いします、まあ、皆さん怖い場所があったらどんどん教えてねですね、行きますからね、はいはい、インディ・ジョーンズみたいなもんですから、今やね、そうです、私魔球の伝説で私はぶちさばき学びました、ほんまに安倍ちゃんに教えてもらいましたから、そうそうね、料理も教えてもらったって話じゃないですか、そう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 、まあこれが北の県と呼んでもらいましたから